あるいはこんばんは。鉄拳8ランクも配信です。今日もジャック8でランクもやっていきます。とりあえず疲れたらスト6かギルティやろうと思います。ちょっと待てよ、これ待ち受けに EP になるんじゃないだろうな。待ち受けに EP やだな。うわー、なんかそんな気がするな。ちょっと待って、練習が甘すぎる。うわー、やっぱ 2P になっとるわ。さすがに 1P の方が練習してるから 1P サイドでやりたい。マジか。うわー、出た。うわー、シャガステのタイミング神だな。はあ、どっち蹴ってんの。そうよな、そうよな。しゃがんじゃった。しゃがせて、はい、うわー、絶対そこ下段だと思った。今度は下段かい。うわー、このカスタムかわいいな。珍しくいいカスタムを見た。うわー、またしゃがんじゃったよ。本当はタックル出したかったんだけどな。オーケー。なんか増減になった、増減。なんて読むのこれ、妄想。リリー顔めっちゃ可愛くなってない？セブンも可愛かったけど。減りすぎ。背向けあるキャラに投げかなりありだな。マジか。違うだろう。えっ、オーケー。やっぱこれだな。ちょっと待って、サイド変えさせてくれ。格闘家たるもの左右の得意不得意があってはならないけどな、本来。寒いな今日。寒い日か。嘘だろ。マジか。強っ。うえー、強すぎ。合剣までは下がらないんだったら合剣まで行ってからがスタートだな。遅っ。直でこれに入るとめっちゃ遅いな。発生みんな強えわ。昨日もそうだったけど。ええ、キャンセルされた。なんでな。やっぱなんか相手からしたら思いとかあんのかな。昔ながらのリリーだ。いやー、あれはしゃがまないとダメ。あれはしゃがまなきゃダメだ。ちょ、危ない危ない。オッケー、いいぞ。え、速攻で断られたじゃん。キングは前回タコられたからな。今日目がかすむわ。昨日酒飲んで寝たからな。お、CPU 使用率90。そんなんある？これ粘っただろ相当。勝った。届くんだあそこから。なんかカメラが水平じゃないのがすげえ気になる。キング近くない？マジか。しゃがせ。やーべえ。オーケー、勝った。これどうやって抜けんだよこれ。長い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 。オーケー、ゴールブレイクって助かった。あれもしゃがまなきゃいけないやつですね。さあどうすんの。やっべえじゃん。はっ、どこでコンボミスってんだよ。あ、そう強くね。いや、見覚えのあるガードできる技はいっぱいあるんだけど反応できないな。いや長いって。OK! いいぞ。いきなり下段。これ強いって。あれは絶対ガードしなきゃダメ。死ぬの？減りすぎだろ。ああ、稼いでなかった。オッケー、やけくそレイジはマジで助かる。オッケー、コンボ違うけど勝った。直前までガードして右逆ワンツー打とうとすると、このね 4RP が出ちゃうんだよな。方針チェンジ。オッケー、勝てた。合計になりましたよ。ツイートしとこう。合憲変換できん。なんでだよ。方針転換やっぱいいな。これとね、このタックルが最高。ギガースからもらった2つだよこれは。これのガードフレーム調べなきゃいけないんだったの、そういえば。シャオユリン、シャオユ鉄拳パワーいつの間にか5万になってるじゃん。ああ間違えた。ああ軽い方の下段にしとけばよかった。ああ壁でコンボ中断されるとマジ何していいか分かんないわ。これは無理か。そうだよな。勝てたー。オッケー。オッケー、勝ったー。なんかリプレイでそういえばアドバイスついてんだよね。これ見てみよう。オンラインなんて俺のリプレイがいいんだけどな。いっぱい書いてあるけどそんなに言うことあるかな。かっこよすぎるな、俺のジャックは。全然アドバイス出ないけど。え、出ることになってるよな。両パンだけね。これしゃがむのね。覚えらんねえだろ。抱翼の構えみたいなやつからガンガン。違う。タコられたスティーブのやつ見よう。覚えられんってマジで。立ち途中ね。立ち途中 LPLP ね。これ確定反撃ある。何が出んだあれ。使ったことない技じゃないか。これやってんだけどな、出ないぞ。2発目が出ない。これか。どれにだよ。そういうことね。OK。あんまりアドバイス出ないんだな。これ角半あるんだ。でマイナス12か。12むずいよ。2回投げ抜けタイミングある。3回ある。あの3回の間に両パン押さないといけないのか。グッドとか出んの？もっと出てもいいだろう。これが見えたらしゃがまなきゃ。あれはしゃがみ中からしか出ないんだな。10か。これにはアッパー確定するのね、珍しく。何このキック。タックルは両パンね、覚えらんないけど。これアッパー確定ね。この人のゴーストと戦うとかしてえな。そういう機能ないんかな。俺ちっちゃい。魅力で負けてんの？あ、できるじゃん。ゴーストダウンロードしたよ。で、どうやって戦うんだ？違うだろうな。調べよう。マイゴーストリストってのがあるのか、どっかに。マイゴーストリストどこから出てくるんだ？どこやねん。調べよう。最初は遊べない？あー、確かにあるわ。これだ。なんでアーケードクエストを一定まで進めないといけないんだよ。この機能いるだろう。ああ、なるほどね。新しい鉄拳の印象はどうだ？鉄拳8はアグレッシブはキーワードらしいから派手なバトルが楽しめそうだよな。ここ読んだか？見た見た。ここでできそうだね。お、来てるじゃん。ちょうど今稼働したところだよ。プレイし始めたばかりだからどのキャラが強いかまだわからないね。新作らしくていいね。どのキャラにしようかな。早速俺たちもプレイしようか。始めたくなったら俺に一声かけてくれ。キャラクターを決めて楽しいムーブを教えるよ。鉄拳博士マックスに任しとけって。やっと動ける。俺もうすでに自分の服気に入ってないんだけどやべえだろこいつ。よし、やろうぜ。使うキャラを決めて新しいバトルを体験しようぜ。さあ乱入してきてくれ。勝手に進んじゃうんだよな。じゃーん。そう、コイン入れるとじゃーんって言うんだよね、鉄拳は。バトル開始時のキャラクターの立ち位置が選べるぞ。鉄拳が初めてのレフトがおすすめだ。はい。迷ったら直感を大事にして見た目が好みのキャラクターを選択するといいぞ。見た目が好みすぎます。ヒートバーストとスマッシュ。はい、ヒートバーストを出すとヒート状態になる。攻めるぞと思ったらヒート状態になって攻めるといいぜ。なってって言われてもな、 V トリガーみたいに言われてもね。このコマンドやってみよう。はい、まずは開始技を落ち着いて入力してみよう。はい、いいぞ。これがヒートバーストだ。実戦でもヒートバーストでヒート状態になったら早っ。ヒート状態になったらヒートスマッシュを出そう。ヒートスマッシュを当てれば相手の体力は消しとく。これの有効活用知りたいんだよな。今ヒートダッシュに使っちゃってるからな。はい、素晴らしい。ヒートスマッシュをマスターしたな。ヒート状態になったらヒートスマッシュはどうだ。実戦を始める自信がついたが。はい、ついにデビュー戦だな。応援してるぞ。はい、覚えたことはすぐ試さなくちゃな。今から俺とバトルしよう。ヒートシステムを使ってみてくれ。はい、アスカ。早速ヒートを試してみようぜ。使ったよ。おすすめ技も使ってみて。おすすめ技って何？ああ、そういうことね。これおすすめ技なんだ。ゴーストはまだか。ヒート状態になってヒートスマッシュを叩き込む。これが勝利への近道だ。早速実践でやってみてくれ。そうだ、紹介がまだだったな。このゴングを盛り上げてくれるみんなさ。お前も今日から仲間ってわけだ。ビートだ、よろしくな。鉄拳を最近始めたばかりだがハマったぜ。かっこいい技を出して戦うのって最高だよね。君は誰が好き？私はプリム。鉄拳ってキャラクターのカスタマイズもとっても魅力的なの。その時の感情をカスタマイズで表現して相手に伝わったら私の勝ち。ニクと呼んでくれ。よろしくな、ビギナー。いつでも相手してやるぞ。勝利は確実。段位ポイントを稼げそうなカモが来てくれたぜ。みんな鉄拳好きのゴングの常連だ。仲良くしてやってくれよな。はい、初段にあげよう。いいよ、カモとか一説倒そうぜ。暇なら対戦しようぜ。いいカムが来たぜ。おっと、なんでもない。こいつ、不内だな。トレジャーボックスチャンス。そんなんあんの？うわー、自分に似せてる。ここ地味に狭い。いい試合だったな。相性だ。段位とはそのプレイヤーの強さを表す目安のことです。対戦に勝利すると段位が上がることがあります。はい。自分の強さを示すために勝利を重ねて段位を上げましょう。はい。キャラクター別なの嬉しいね。他のプレイヤーを倒したり、段位を上げたりすることでびっくりマークが表示されることがあります。このマークは物語が進行することを表しています。びっくりマークが表示されたプレイヤーに話しかけて物語を進めましょう。なるほど。それがクエストなのか。アバターいらんのよな。ある程度揃ってくれば楽しいかもしれないけど、基本いらないのばっかりだからな。ちょっと手加減しすぎちゃったかな。対戦を繰り返して段位が上がったな。おめでとう。段位ってのはな、腕前を示すもんなんだ。この調子でガンガン段位を上げていこうぜ。ところでさっき教えたヒートスマッシュには慣れてきたか？スマッシュ使ってね。そろそろ次のステップに進む頃だ。ヒートスマッシュを使った空中コンボを練習しようぜ。ヒートスマッシュがどっちかわかんないんだよな。ヒートスマッシュ、ヒートバースト。あの必殺技みたいなやつはどっちなんだ？ヒートシステムを使った空中コンボ。はい。もうヒートスマッシュには慣れてきたが、ところで確実にヒートスマッシュを当てる方法が一つある。それは空中コンボだ。相手を宙に浮かせて通撃することを空中コンボという。なるほど。浮かせてからただやるだけか。安っ。空中にいる相手は無防備だから確実にヒートスマッシュが当たるんだ。空中コンボは鉄拳の醍醐味の一つだ。早速やってみよう。はい。やったぞ。空中コンボができるようになった。空中コンボでダメージを与えるのが鉄拳の一番楽しいところだ。実戦で空中コンボを決める自信はあるか？もう少し練習してから実戦を始めても大丈夫だぞ。お、いい表情じゃないか。実戦で空中コンボをヒットさせよう。空中コンボは鉄拳の醍醐味だ。今の練習を思い出しながらいろんな相手とバトルしてみてくれ。さっきのやつ下へ入れに行こうぜ。爽快感。おすすめ技が更新された。はいはい。アバターでジャックのコスチュームあったら正直欲しいな。負けた。ピポットガンサルトステップ台、ステップ2台。オペレートアッパー。これオペレートアッパーっていうのか。使ってみるか。2段まで上げないといけないのか。おお、こんなんあったんだ。もう一回 Get ready for the next battle. Let's go. Round 1. Fight.ナイスレジャーツ。負ける。これ強くないこの人。あれ覚えらんないな。危ねえ。段位が着実に上がってきているな。そんな前にちょっとしたプレゼントを用意したんだ。大会をやってみようと思うんだ。大会ですか。大会って普段と違う緊張感があって楽しいぜ。お前にもぜひ参加してもらいたいんだ。へえ、お前もで大会出んの？大会では普段の動きができなくなる。肩の力を抜いていけ。先輩からビゲナーへのアドバイス、ありがたく受け取れよな。大会に出るなんて構えちゃうかもしれないけど、仲間内だけで楽しめる大会なんだ。気軽に参加してくれよな。文字読むのめっちゃ苦手なんだよな俺。参加するかします。よし、準備ができたみたいだな。それじゃあ再開するか。この瞬間がワクワクするんだよな。鉄拳糸が稼働してから初のゴング大会だ。みんな盛り上がっていこうぜ。早速1回戦だ。席についてくれ。緊張するか。この緊張感も含めて楽しんでいこうぜ。こんなやつ緊張しねえだろ。あ、マリエ。知らない人だ。マックスの友達じゃん。私マリエ。よろしくね。大会に参加するのは初めてだったよね。ドキドキワクワクしてる？じゃあ始めよっか。おう、任せとけ。勇士めっちゃ強いじゃん。あれで2段だったと考えるとめっちゃ強いんじゃないこの人。かわいい。うわ、しゃがんだ。困るなこれ。ベイビーフェイスキングだ。ムキムキ。何そんなのあんの。間違えた。うわ、それはダメだ。決勝？準決か。大会で一先行ってのもすごい話だよな。うん、ニックじゃねえか。よくあいつ勝ち残れたな。お前決勝まで来るなんてやるじゃん。あ、2区か。優勝はもらったも同然。決勝って緊張するよな。俺が一丁もんでやるから胸を借りるつもりできなよ。あいつ練習の時は手抜いてただけかもしれないからな。ほら、闘志になってる。さっきまで2段だったのに。あ、違うの出た。優勝おめでとう。初めての大会なのにすごいな。もしかして鉄拳の才能あるんじゃないか。本当だね。初出場で優勝したなんてすごい。なんかさっきと声が違う気がする。プリムだな。俺はすぐ負けちまったけど楽しめたからよし。ははん。俺が決勝で負けるなんて。優勝者いるじゃん。あんた、この前の大会で優勝したオロチ選手だよな。ゴングに来てくれるなんて感激だぜ。いや、もう帰るところだ。邪魔したな。強いプレイヤーがいるかと思って来てみたが、俺の見当違いだったようだ。そんなことないぜ。対戦してみなきゃわかんないだろ。あの大会で言っただろう。俺は世界一になる。そのためには本物との真剣勝負が必要だ。だがここにいたのは、キャラの見た目だけ気にして強くなろうとしないやつ。自分の好きな技だけ振り回して負けてもヘラヘラしてるやつ。負けることを恐れて対戦相手を選んで対戦し、真剣勝負から逃げ回ってるやつ。そんな連中ばかりだ。偽物の対戦に興味はない。違う。鉄拳の遊び方は自由だ。偽物や本物なんて存在しない。俺は鉄拳で楽しく遊んで、仲間と共にこのゴングを盛り上げたいんだ。話しても無駄だ。お前と俺では見えているものが全く違う。何も違わない。鉄拳に対する熱い気持ちや真剣さは同じだろう。お前たちが真剣だというなら、鉄拳ワールドツアーの舞台にたどり着いてみろ。そこでなら対戦してやってもいい。まあ、お前たちの中にたどり着ける奴がいるとは思えんがな。はは。誰だこいつ。真剣勝負以外は偽物だっていうのかよ。違う。鉄拳が好きならどう楽しむのも全部本物のはずだろ。決めた。俺たちも鉄拳ワールドツアーに出ようぜ。そしてオロチを倒す。すげえ。よくわかんないけどめっちゃ楽しそう。鉄拳ワールドツアーって世界規模の大会なんだぜ。予選大会で勝って出場権を得ないと出ることすらできないぞ。分かってる。だからこそ強いやつと戦って俺たちも強くなるんだ。強くなるにはいろんなやつらと対戦して経験を積む必要がある。そうだ、遠征しよう。打倒オロチだ。いつゴーストが解禁されるんですか。さっきなんかお前なんかありそうだったな。出雲準備できたみたいだな。行くか。遠征でたくさんバトルして強くなろうぜ。他のゲームセンターへ遠征するのか。それしかない選択肢が。いよいよ遠征だな。オロチが対戦したくなるくらい強くなろうぜ。ストーリーが進行すると移動できるゲームセンターが増えます。まだ見ぬ猛者たちと戦うため新たなゲームセンターに遠征しましょう。遠征した後もマックスに話しかければいつでもゴングに戻ることができます。必ずゴングと一緒なんだ。じゃない、マックスと一緒なんだ。俺オロチって言った、もしかして。フェニックスファイナルラウンド。ファイナルラウンドやばそうだから行ってみるか。屈強なセキュリティが見張っている謎の施設。中からは夜な夜な歓声がこだまする。最新の AI で生成した自分の分身と対戦できるらしい。これだな。ここが噂の場所か。確かに鉄拳はあるが他のゲーセンとは明らかに雰囲気が違うな。ここではちょっと変わったバトルもできるらしい。その名もスーパーゴーストバトル。なんと自分の分身と戦えるんだ。すごくないか。確かにそれはすごい。よし、じゃあ軽く説明するな。鉄拳映像で大きく進化したゴーストについてだ。最高のストーリーやべえ、俺と戦う。俺に負けたらどうしよう。確かに俺は熱波にするが、え、さすがに熱波にしすぎ。俺こんな弱くない。俺こんな弱くない。あ、覚えさせてるとこか。今学習中だよ。そういうことだね。対戦を繰り返せばゴーストも成長するんだ。一緒に強くなると楽しいかもな。あ、自分のゴーストって自分ので育てないといけないんだ。そういうことか。だから今あれなんだな。俺にはゴーストなかったんだな、今まで多分。どうだ、自分の分身と戦ってみた感想は。自分が強くなるたび、ゴーストも強くなっていく。ワクワクするだろう。ゴーストとの対戦を通じて客観的に自分のプレーを確認できる。それにゴーストにも愛着が湧いてくるし、定期的に遊んでみるといいぜ。うん。分かったぜ。ゴーストとはプレイヤーの傾向を AI 学習して生成されたキャラクターのことです。各種オンラインモードやアーケードクエストをプレイすることで自動的に生成されます。ああ、そうなんだ。ただし以下のバトルでは学習の対象に含まれません。オンライン対戦時にラウンド数、バトルタイムの設定がデフォルトでないもの。はいはいはい。へえ。アーケードクエストにおける各種チュートリアルに該当するもの。はい。スーパーゴーストバトルでは以下のゴーストたちと対戦を楽しめます。自分のゴースト、ダウンロードしたゴースト、CPU ゴースト。CPU ゴーストは開発者たちのプレイデータから、そういうことね。生成されたゴーストです。ゴーストはキャラクターごとに保存されます。ゴーストは一定回数のバトルを学習させることで対戦可能となります。一定回数のバトルを学習させることで。ゴーストはオンライン対戦を3回行うたびにサーバーに自動でアップロードされます。30日間オンラインに接続されなかった場合は、サーバー上のゴーストが削除されます。1ヶ月やらないと消されちゃうんだ。かわいそう。で、とにかくそのモードが解放されたってことでいいのかな。紫。お前、バイオレットのファンだろ。見た目的にも。アミーボか。アミーボってそういうもんなの。ちょ。キャラクターカスタム、アバターカスタムです。もうちょっとゴーストと戦ってみるか。これダウンロードしたゴーストと戦えるんだな。ちょっと自分ともう一回戦ってみるか。さっき負けたキングにゴーストでリベンジしたいから、さっきの人とも戦いたいんだけど。これ本当の俺のゴーストだ、多分。うえーい、全く同じ色だからどっちか分かんねえじゃん。マジで分かんねえじゃん、これ。俺下段弱いよ。俺下段弱いから知ってんだ。俺下段弱いって。自分にパーフェクトしてしまった。やる。こりゃ下段のカモだわな、確かに。失敗した。そんな失敗しないよ、俺。やばい。なんか俺のゴースト下手くそじゃない？やべえ、負けそう。やる。なんかめっちゃ俺っぽいな、確かに。負けた。ワン出ちゃった。ダメなんだよ。ゴーストの方が弱いな、やっぱり。拳は人の心を映す鏡だっていう実績を解除した。ゴーストに人格の主導権奪われかけた。それ超怖いね。よし、じゃあさっき負けたキングのゴーストと戦ってみるか。Get ready for the next battle.いやー、そんなことしねえだろう。ちょっとゴースト未熟だな。まだ未熟だったこの人のゴースト。浮きすぎだもん。ああ、これ両パンなんだよな。いやー、ぽくなってきた、ぽくなってきた、めっちゃぽくなってきた。たわけゴースト、たわけてたか。もうちょっとちゃんとやってほしいな、ゴースト。これだったら負けなかったよ、一回も。のおお、ちゃんとしてきた。あー、すごいちゃんとしてきた。やばい。オッケー。シューズパンチ、久々に見たでしょ。うわ、これ抜けらんねえ、マジで。グレネードスタンプ。抜けてきた。あーあー、これどうすりゃいいの、これどうすりゃいいの、これどうすりゃいいの、これマジ強すぎだろ。でも威力そうでもなかった。本物の方が強かったな、やっぱり。さて、俺は今どんぐらいやってんだ、時間的には。あ、違う。服変えたい。さすがにちょっと服がね、合ってなさすぎる。場所に。TPO が分かんなすぎる、こいつが。なんか増えたことになってる。なんか増えました？これか。スプラトゥーンじゃん、めっちゃ。強敵撃破。俺絶対白 T なんて買わないけどね。これだな。靴はこれで気に入ってればいいや。OK。紐の長さ合ってない。俺絶対合わせるけどね。ついでだからプレイヤーカスタマイズもしとくか。はい、プレイヤーカード変えられるんだね。体力ゲージとかな。何これ。ああ、死体蹴りできなくなるやつね。マジックミラー。別にマジックミラーは俺はなくてもどっちでもいいんだけどね。プレイヤーカードもな、特にあんま好きなのないんだよな、こういうのって。ジャック用とかあればいいんだけど。あるじゃん、ジャックにしとこう。体力ゲージもジャック用あんのか。なんかやから感がすごいんだよな、デザインがいちいち。やりすぎじゃない？いちいち。なしでいいわ。称号プレート。ああ、ジャックはあるけど解放されてない。コンボチャレンジ1つ以上。ああ、田舎のヤンキーか。称号力こそ全てだ。配信中か。結局なんか勝手に背景ついたんだけど。なんだこれ。勇士、猛像、竹像。G 社とかそういう鉄拳にちなんだやつがいいよな、やっぱり。やるんだったとしても。あ、ここあるんだ。これジャックにしとこう。これと下のやつは別なのか。ジャック大好き人間じゃん。合ってるけど。OK、目的は出した。スーパーゴーストバトルがアンロックされた。え、スーパーゴーストバトルするとここに来るんだ。なるほどね。俺ゴーストリストをさ整理したいんだよな。あるある。うん、これでいいわ。まあちょっとなんかうーんって感じだったな。もっと強かったけどな、あの人。もう一回リプレイ見よう。あ、これ今のゴーストだよな。っていうか今のストーリーのやつも全部保存されてんのか。分かりづれえな。伸びのゴーストと戦いましょう。さすがに強えだろう。さすがに強そう。これだよ、まずこれ使ってこなかったな、さっきのゴースト。これ抜けられない、反応できない、これ。ああ、目薬さすとよく見えるようになるわ、やっぱり。目乾いてんだな。ドライアイだからな、多分。むっちゃ強いじゃん。どう考えたらむっちゃ強いじゃん。マイティアシエル、いやまだ前買った Z があるからさ、 Z がロート Z があるからこれ使ってるよ。マイティアシエル言われてみて思い出したけど、昔使ってたな。なんであったのか忘れたけど、多分普通に実家にたまたまあったとかそういうレベルだった。自分で薬局で選んだら今だったら G になったもん。まあ時々の影響の気がするけど、正直コンボ見せてるわ。え、俺こっから負けんの？あ、これは勝ったのか。これは勝ったんだ。この人のゴーストもダウンロードするか。これめっちゃ強かったんだな、この人。でも勝ったんだけど、なぜか。スティーブはな、めっちゃむずいよな、マジで。スティーブガチでキャラ対しないと一生勝てない気がする。今のやつとかよくわかんないもんな。これ何が起きたのって感じだよね。これスローモーションできないのか。スローモーションないのか。このヒントがさ、言ってることはわかるかもしれないけどさ、無理じゃねって話なんだよね。しゃがめる上段連携。この技はしゃがみで避けてから反撃がおすすめ。できるそんな。これ。しかも1段目中段なんだよ。1段目からしゃがんでたら食らうんだよ、これ。だから1発目ガードして、あ、あの技だっつって2発目しゃがむってことでしょ。すげえ反応だけどな。マジでさ、鉄拳って全キャラの全技の申し覚えないとさ、マジで勝てない。キャラ体系なんだよな。で、この速い技に対して確定反撃なんか難しいの言ってくるってか、これね、自分が勝手にしゃがみになっちゃうのよ、これ食らうと。強制しゃがませなんだよね、この技。だから反撃がね、なんかいつもと違うのが出てびっくりするんだよ。ほら。あ、そうだ、このタックルのガードフレーム調べようと思ってたんだ。こっから投げキャラに移行したんだよね、作戦変更して。このイヤホン耳痛くなってきた。この人もゴーストダウンロードしよう。なんでみんなジンなの？え？ああ、2キャラ使ってるってことか。まあスティーブで。ちさん。この人もダウンロードしとこう。みんなダウンロードしよう。負けたら。俺もこれ陣出てるってことでしょ。キャラ変えてえな。なんか体験版の時どこからやら変更できたのを見たんだけど、やり方わかんないや。だからみんな陣なんだろうけどな。マイカード的なやつ。アクセシビリティなんだ。そういうやつか。早く5機出てくんねえかなマジで。スト6、5機やりたいわ。いくつだってまだ 12? これ道のり長いな。60までだってまだ12回。白目欲しいんだよな。正直白目欲しい。白目のためにここまで来たら課金する可能性ある。600円ぐらいしない確か。でも尺だよな。で一応マックスまで上げれば全額返ってくるっていうスト6システムなんだよね。プレイヤーカスタマイズにあんのかなこれだもんな。まあいいや。ちょっとゴーストバトルしよう。俺のゴーストを誰か倒してほしいな。あなたのゴーストが何回勝利しましたみたいな通知来たら嬉しいのにな。どっかのソシャゲみたいな。うわー食らっちゃったよ。なんか痛そうな。基本的になんかさゴーストみんなコンボ下手だよな。が安いもん、コンボが。お、しゃがめた。てかもうあれだな、スティーブ戦はたまにしゃがんでみるしかないな。見てからとかじゃなくて。死ぬ。ちょっと待って、ハイ殺した。ハイ殺しました。マジムカつくよな、ハイ。存在が許せないわ。ウエットティッシュで浄化しました。危な。ゴーストには勝てちゃうからあんまり練習にならんな。対戦可能なゴーストがありませんでしたってどういうことなんだよ。さっき3つもあったのに。あー、分からんね。うん、これ結構まともに強いかもしれない。あー、負けた。このゴーストはいいぞ。バース打ってくんだろ。打ってこないんかい。あ、やばっ。うまっ。てか一瞬スペシャルスタイルしてなかった今。そういうのもあんの。このゴーストをダウンロードしたの正解かもしれない。強い。危ねえ。あえー、やけくそレイジ助かる。うわー、よくあるな、いいのもの。うわ、しゃがまれた。思ったら減らないよな。負けたー、普通に強え。これ再戦だな。うわー、さばかれた。スティーブ置き技強すぎるだろ。危ねえ、あそこから負けやんのかと思ったわ。OK、討伐した。もうちょっとランク埋めて寝るか、4時には。意外と鉄拳だけで終わったな。あ、まあいっか、大して取れもできないから。ビクトル強そう。あ、竜。ちょっと違う。うわ、マジか。それは考えてなかった。竜、刀使うなよ。ちょっと違う。オッケー。ちょうどなんかスローじゃない？やばっ。マジかよ。負けた。うわ、マジか。くそ、めっちゃこれ食らうわ。オッケー、最後死にかけたらこれぶっ放してくんのね。次回は警戒する。キャンセルすんの？なんで？ちょ、重くなってきた。なんでだよ。 CP100% になってる。なんで？何してんの？ちょ、待て。何してんだマジで。鉄拳 33% しか使ってないのにな。あと 40% も何に使ってんだ。でもだんだん減ってきた。Get ready for the next battle. 圧倒 A になった。嬉しい。の後どうするかだな。あんま減らないよな。マジか。うまっ。オーケー。やべえ、あれ長すぎだろ。あっちゅう間に負けたな。危ねえ。うげえ。うわあれ有利ね。覚えらんないな。あれも覚えらんないな。跳ねた後下段くんのか。あー強え。強すぎる。まためっちゃ姿勢悪くなってるわ。姿勢よくしよう。Get ready for the next battle. オッケー、いいね。オッケー、いいよ。おお、ハチェットキックやっぱ強えな。ああ、ボアなんちゃら。ああ、下段だ。オッケー、集中した。ガーフマジか。にゃタックルスカるのは効いてないぜ。うわー、中断か。しゃがみガードしてたな。みんな強えなマジで。ここまではどんだけ負けても上がれるわけだから、この辺に俺みたいなプレイヤーが集中してると思ったんだけどな。ファランか。はあ、やべえ。もしかしてダンテ風なのか。てっきり藤原竜也かと思ったぜ。勝てた。マジか、タイミング神だな。えっ、これだ、一生警戒できねえわ。足りた。マジか。ラッキー、ずっとレイジ発動を待ってたよ。よし、4時過ぎだし終わるか。今日結構やったんじゃない ?3 時間ぐらいやったんじゃない。ドクロプレートだ。プロフィールポーズジン5。だからさ、プロフィールってどこからカスタマイズするんだよ。そんぐらい見ていくか。れなのかな。で俺順位ついてね、かわいそうに。おう、これいいね。あ、そういうこと？まるまるこれに置き換わるんだ。すげえな。11時間か。まあいいや、見つかんないから終わります。お疲れでした。ありがとうございました。おやすみ。